東和モータースの澤田さんに、またこちらの別のですねモーターホームをご紹介いただきたいと思うんですけれども、さてこちらのベース車両は、こちらもベースがフィアットのデュカとベースになっております。こちらの排気量は、排気量も先ほどと同じで 2300cc ですね、でこちらの車が先ほどのと違ってこちら馬力がちょっと上がってまして、こちらは180馬力の車両になってます。こちらの車は180馬力と。そうですね、さらに馬力がアップしてるわけですね。そうですね、こちらの乗車定員は、こっちも同じく5人乗車になってますね。それでは早速、こちらのですね、お車内装を見せていただきたいと思います、よろしくお願いいたします。それでは早速失礼してお邪魔します。この広さはすごいですね。おお、澤田さん、こちらの車は、ウッド調がすぐ目に飛び込んできたんですが。そうですね、おっしゃる通りで、サンライトっていうのとこちら実はメーカーが違いまして、こちらはデスレフっていう我々東亜モータースが昔からやってる車両にはなるんですけれども、どちらかというとこっちの方が上級グレードといいますか、あのモデルとしてはいいモデルになっておりますね、ベッドルームの方にお邪魔してみたいと思います。やっぱり上級クラスということで、かなりシックな感じで仕上げられてますね。こちらの間接照明もものすごくいい感じで配置されていますね。そうですね、あのそれこそ高級ホテルを思わせるような、やはりこのモーターホームっていう中でのそのゴージャス感といいますか、快適性ですとかそういうところはかなり作り込んでありますね。ここにも開口部があって、ここが開くということは夜星空を見ながらっていうこともできるんでしょうかね。そうですね、できますね。なるほど、おっしゃる通り高級ホテルを思わせるような内装の作りになってますよ ね。サンライトとレイアウト的にはほとんど変わりがないんですけれども、実際その使ってる具材ですとか、あとは細かな部分といいますか、それがちょっと変わってるかなというのがあります。トイレの方を上げていただいて、よろしいですか。じゃあちょっとこちらも見比べで、もう一台の方はガラス張りになってましたが、そうですね、こっちはもうロールでこう全て覆いかぶせて、で本当に中がもう見えないようになってます、完全なもうシャワー室という形で。そうですね、こういうちょっとした具材の違いっていうのがサンライトとデスレフっていうメーカーでは違いが出てきますね。こんな感じでぐるぐるもう本当簡単に全てがすごい端的にできるようになってるので、作り込みっていうのもやっぱりこの本国ならではといいますか、作りになってます。
このトイレのドアを開けるとベッドルームと仕切りができると。そうですね、ここでの仕切りもできます。それで佐藤さんちょっと気になったんですが、はい、ここに取っ手といいますか、はい、両サイドにあるんですけど、はい、これは、はい、これがですね、またこのベッド室とこのトイレシャワー室とまた区切ることができる扉になっていた。あ、はい、ここを閉めると、はい、さらに個室になるという、はい、そうですね。なるほど、はい、そうするともうトイレ、ね、シャワーとまたトイレシャワーとベッドとリビングっていう3つの部屋ができるような形ですね。いやこういう細かいところがいいですね、はい、こちらがギャレーになりますね。そうですね、はい、こちらも三つ口バーナーシンクが、はい、ついてますね、はい、車両ごと1台1台装備がちょっと変わってきたりもするんですが、まあ、こちらですとあのガスのバーナーとかイグナイターっていうこの着火装置ですねついてたりですとか、はい、ついてないモデルもあったりするので、はい、そういうところがちょっと変わってきたりもしますね、はい、あとはそう細かいところを言うとこういう蛇口の口ですとかちょっとおしゃれなのを使ってたり、シャッターも、はい、ちょっと開けてみましょうか。上に収納はこういう感じで開きますね。あ、はい、もうこれだけで風通しが、そうですね、実際ちょっと画面だと分かりづらいと思うんですがかなり風が抜けますね。今もすごい風が来ますね。そうですね、で先ほどみたいにこれ上からそのまま下げるだけでこうブラインドが目隠し、目隠しになると、はい、でもう一個上を下げると網戸が標準でこれはついてます。いや考えられてるな。これは輸入車のモデル、我々扱ってるのは全てこれを採用させていただいてます、ね、でこちらもまたシックなカーテンが、そうですね、ロールカーテンですかこれは。そうですね、これはちょっと車種によってまた変わってはくるんですが、こうビューッと。ああ、なるほど、はい、でこちらの窓も同じように開けられますで、こちらが3段階式でこう1段、2段、はい、で3段、はい、最大ここまで、はい、なります。そして、運転席上部は大開口な、そうですね、大きい窓が、はい、付けられてますね。ああ。そしてさらにここはまたちょっとした荷物を置けるようなスペース、収納になっていると言いますか、荷物置きですね。そうですね、はい、でそこに施されているこの間接照明、そうですね、これがまたいい味出してますね。ですね、日中でもこれだけ間接照明目指すんですけれども、本当夜ですとこれがまたいい雰囲気を出してくれます、ね、なるほど、はい、これはやっぱりあの夜乗ってみたいですよね。そうですね、ぜひちょっと夕方日が暮れてからっていうキャンピングカーの姿を見ていただければ。そうですね、この間接照明もすごくいい感じで使われている。そうですね、それでは運転席、あーもうこれは広いですね。乗せていただき、あ、はい、エアコンはまあどうするか、ね、この車はサンライト i68 よりも幾分コンパクトのような感じもしないでもないんですが。そうですね、あのこちらがベースの車になってまして、まあ、バス顔じゃないんですけれども、はい、
あちらのタイプはこの車両をベースに全部側ごと作り変えちゃってるので、その分かなり広く感じるっていうのはありますね。こちらの方が運転しやすいかもしれませんねって思う方がやはり多いと思います。はい、実際運転するよってなった時はそのハンドルですとか実際ボディの幅っていうところを気にしながら走ると思うんですけれども、その最初の乗ったところの幅の感覚はこちらの方が取りやすいんじゃないかなっていうのはありますね。またこれだけ空いてると乗り降りがしやすいですよね。そうですね、はい、扉がかなり大きく開くのでかなりスムーズに乗り降りできるようになってます。こちらの車も大きな収納が、はいはい、澤さん、こちらの車収納広いですね。広いですね。最近の輸入車はこう収納の方を広くっていうのも、まあ、トレンドじゃないですけれども、結構年々広く取ってますね、はい、やはり欧米はトランクルームなんかもかなりこだわって作られている部分なんですね。そうですね、まあ、第一にやはり中の室内の方をまずは重視すると思うんですが、やはりサイズ大きくなるにつれてデッドスペースをなくすっていう考えもそうあるんですよね。あとはその荷物、その長期旅行になるとどうしても荷物が増えてくるので、そういったものにも対応できるようにっていう作りにしています。澤さん、はい、こちらの車両なんですが、はい、今見せていただいた内装、はいはいはい、も含めてですね、はい、ズバリおいくらになるんでしょう。そうですね、車両代のところとあとは登録までの諸経費ですね、あのプラスオプション含めないで大体なんですが1500万円からっていう車両になっております。そうしますと乗り出しで1500万ぐらいということなんでしょうか。そうですね、はい、ちなみにこれは納車までの時間っていうんでしょうか。そうですね、実際この車このままだと登録っていうのがすぐにはできないので、一度そのテストですとか、整備含めだいたい2ヶ月ぐらい見ていただいてますね、はい、オーダーしてから2ヶ月でこの車が手に入るということなんでしょうか。そうですね、はい、もう乗れます、はい、国産ではない、ね、ちょっとこだわった方には。そうですね、実際内装とかもやはり違ってくるので、その有意義な旅をご提案できるかなっていうのは我々も思ってますね。株式会社東亜モーターズ販売という会社になります。杉並の方に、本社を構えてまして、あとは埼玉県内に、3店舗、あとは横浜店と千葉と、合計こちらの方だと5店舗、はい、やっております、はい、定休日がですね、毎週火曜水曜店舗によって変わるので、その都度ちょっとお問い合わせにはちょっとなってしまうんですが、はい、営業時間がですね、朝10時からで、夕方は夜7時まで、はい、東亜モータスさんはキャンピングカーを中心にやられているということなんでしょうか。そうですね、はい、メインはキャンピングカーの販売中心なんですけれども、店舗によっては福祉車両ですね、車椅子を運搬する車両ですとか病院で扱うような車も販売行っておりますので、はい、ぜひ立ち寄っていただければと思います、はい、ここはこうしたいんだよなっていうのも、はい、そうですね、柔軟に対応していただけると。そうですね、本当根本的なところからいろいろこちらもサーチさせていただいて、でそこから1件1件あった車をという提案をさせていただいてます。結構専門的な車になるので、そのところはスタッフに遠慮なしに、はい、気軽に相談していただければと思います、はい、まあ、僕は入間の方にいますので、もしよければ、はい、お立ち寄りいただければと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。